札幌ファクトリーは札幌市中央区にある複合商業施設。1876年創業の開拓市ビール醸造所は土地であり、札幌ビールの札幌第一工場として1989年までビールを生産していたエリアを再開発して複合商業施設にした。高さ39メートル、幅34メートル、全長84メートルある。 全天候型のアトリウムを中心にショッピングモール、アミューズメント施設、レストラン、フィットネスクラブ、ホテルなどの施設があり、それぞれの建物は連絡通路で接続している。アトリウム東側には企業神社の校内札幌神社がある。また、屋内外にイベントスペースを設けており、様々なイベントを開催している。11月上旬から12月下旬までアトリウムに、 十勝の広町から運んできた巨大なクリスマスツリーを飾っている。冬の長い北国での巨大空間施設として、省エネルギー対策を導入した建築になっており、天然ガスを利用したコジェネレーションによって、館内で使用する電気を発電し、その際に発生する排熱を、冷暖房や給湯、ロードヒーティングに有効利用している。第6回札幌市都市景観賞。 札幌フロンティアタウンズ、札幌ファクトリーポプラ館として、第35回、b c s 賞、札幌ファクトリーアトリウムが、第6回賞エネルギー建築賞を受賞している。第3駐車場を閉鎖して新たな商業施設を建設しているほか、創生カー東での再開発事業の一つ、北4東6周辺地区では、地区内のマンション、ザ・タワーズ・フロンティア、 札幌や札幌市中央単位区間などと三条間を空中フォローで結ぶ計画になっている。札幌ファクトリーは開業当初、廃部品を床に埋め込むなど全体が工場をイメージした内装になっていた。しかし、度重なる改装によって当初のテーマ性は薄れていき、 現在では改装されていない吹き抜けや階段などを除いてごく普通のショッピングモールと変わらない内装となっている。開業当初は現在のユナイテッドシネマ札幌が入居している建物のみを1条館、ペットランドプラスなどが入居している建物を2条南館、現在の2条館を2条北建てと呼称していた。キッチンライフを提案するショールーム、ペットショップ、クライミングジム、 シネマコンプレックス、ゲームセンター、100円ショップ、複合カフェなどが集まっている。芸能事務所の吉本工業札幌支社が入居している。かつては日産自動車のショールーム、北海道電力の省エネルギーや節電に関する情報館があった。ユナイテッドシネマ札幌1993年に1。 スクリーンの札幌アイマックスシアターとしてオープンし、1998年に11、スクリーンのシネマコンプレックス、パラマウント、ユニバーサルシネマ11になった。2004年にユナイテッドシネマ札幌と解消した。2条館と1条館札幌市内随一のアウトドアスポーツのショップはじめ、ファッション、生活雑貨、レストランなどの店舗が並ぶファッション館。 4階には、ショールーム、医療モール、市税事務所がある。かつては、温泉施設の札幌スプリングスがあり、ガラス越しにアトリウムを見下ろせる部分もあった。運営会社の変更に伴い、ワンデースパ札幌ファクトリー店、温泉リゾートサリアと解消していったが、2009年2月1日に営業終了した。また、マイセンの名品を集めた札幌マイセン美術館があった。 開業当初はマイカル北海道が運営する雑貨店札幌ファクトリーサティーズマイとラシカン丸井米の飲食街、三越の飲食街もあったが早々に撤退している。現在ではこの温泉は西建てでのみ利用されている。インテリア、生活雑貨、ファッションなどのショップやレストランを展開しているほか、銀行、郵便局、オフィスなどもある。 スーパーマーケットやドラッグストアなど生活に密着した店舗をはじめ、インテリアや雑貨ショップ、カフェなどがある。また、札幌ビール、北海道本社、北海道本部、財札ドイツ連邦共和国名誉領事事務所が入居している。二条館と三条館をつないでいるアトリウムは、札幌ファクトリーのシンボル的存在になっている。アトリウム内には一年中緑に包まれた。 開放感のある屋内庭園が広がって憩いの場になっているほか様々なイベントの会場に利用しているアトリウムの地下1階部分にはかつて月の池や水路、花壇、木などが存在したが数度の改装を経て撤去された。レンガ館北海道うちの作家が手掛けるアートクラフトの店舗や工芸品、工芸雑貨の店舗などがあるほか札幌ビールの歴史を知ることができる施設 チビールの販売施設や貯子タンクを配置していたトンネルを回収したビアホールもある。また芸能事務所のテアトルアカデミー札幌校が入居している。旧札幌ビール会社工場として札幌ふるさと文化百選に選定されている。かつては天体博物館の天体工場ミニーワールドミュージアム札幌写真ライブラリーがあった。ホテル、レストラン、 会員制のフィットネスクラブ、多目的ホールがある。ホテルクラビー札幌クラビーとは、愛想のいい、人付き合いのいいといった意味がある。札幌ファクトリーホール、長山記念公園が隣にある。ユナイテッドシネマ札幌に関する、カテゴリー、ホテルクラビー札幌に関するカテゴリー、札幌ファクトリーホールに関するカテゴリー、ありがとうございます。